フラワーフェスティバルの会場で陸上のトップアスリートと一緒に競技を体験できるイベントが開かれました。平和記念公園の前に陸上トラックを設置して開催された広島ストリート陸上プラス。100メートルハードルでオリンピック2大会に出場した広島出身の木村彩子さんをはじめ、元日本代表選手ら陸上のトップアスリートが集い、ハードル走の飛び方やトランポリンの技を観客に披露しました。僕は広島で自己ベストを更新して、地なのですごく僕もいいイメージがある土地で、今回走れてもう一回勝てることができて本当に楽しかったです。また小学生との50メートル走対決も行われ、未来のアスリートたちにとって貴重な体験となりました。